とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、キュービ先輩で極ボスラッシュ、やっていきます。倒すのは4体。エルゼメキア、ゾディアライア、そして、サメキホジロウとマゼラボルト。早速、やっていきましょう。はい、それでは、エルゼメキア。行きましょう。このエルゼとゾディアガイアがキュービ先輩のね、天敵なのよ。で、2回やられちゃいましたね。うん、マジカルベールがとにかくやばい。これをね、反射されるととてもまずいのよ。で、気候を装備してるから逆に回復もするんだけど、なんだろう、仕様変更があったみたいで、前はね、クリティカルが出ると必ず吸収してたけど、必ずじゃないのよ。なんか 50% ぐらいの発動率になった気がする。おー、なんかそういう仕様変更はやめてほしいな。おー、今のほら吸収しなかったでしょ。しないことがあるのよ。吸収しなかった時のこの反射ダメージが半端じゃないから、すっごいまずいんだよね。と、そしてね、あれだ、このぐるぐる回ってるから、隙だらけなのよね、はっきり言って。この隙だらけの時に、プラズマを撃たれたら、ひとたまりもない。もう一発で死ぬ。あ、やばい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 。やっぱりもう、やばい、もうこんななるでしょ。吸収ね、前 100% 吸収してたあの頃に戻ってくれ。すごいやりづらい。はい、まあまあ、とりあえず注意して戦っていこう。うん、さすがにね、チケットを捨てるようなもんだからね、やられちゃうと。だからちょっと注意していきます。オッケー。じゃあ続いてゾディアライア、ここもね2つ注意していこう。よし、オッケー。まあ、とにかくプラズマと、いや、うっす、危ねえ、危ねえ、プラズマ、プラズママジでやばい。今の一発当たらなかったからよかったけど、全部当たってたらもう間違いなく即死だから。これあれだよ、宇宙服装備しててもこうなるから。うん、宇宙服でクリティカルを食らわないっていう安心感があっても、ちょっと注意していった方がいい。本当にひとたまりもない。確実に一発で即死するし、あー、でベールの時は絶対攻撃しちゃダメ。エルゼメキアの時はまあまあまだね、耐えれるぐらいなんだけど、ゾディアライアのベールは、ちょっと無理。オッケー。こいつのベールはね、反射率が、エルゼメキアの 1.5 倍ぐらい反射するもんね。なんでそこはちょっと注意しとかないとね。おお、また来た。2連発できたよ。おっと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 、トイトイ。あぶねえ、あぶねえ。オッケー。あー、怖い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 。うわー、隙だらけだから怖い、マジで。あっしゃ、もう隙だらけだからやめて。よし、ちょっと向こうの技に合わせる感じでしようか、最後は。あ、じゃないとちょっと怖い。いや、無理か、ちょっと無理だわ。嫌なやつ、嫌なやつ。絶対プラズマ狙ってるでしょ。プラズマ狙ってそう。ほら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 。ああ、戻ってくるんだよな、プラズマ。決める。くそ、決める。絶対的俺の隙を狙ってる。オッケー、とりあえずこいつは倒しとこう。倒せないんかい。
ベール早く剥がれて。もうこれ俺が回ってる時にね、ベールして突っ込んでくれば勝てるよね絶対。卑怯臭いわお前、お前それ卑怯臭いわ、勘弁してくれよ。あ、もう消えた。 OK、 ここで行くか。いやでもまだベールがあるんだ。よし OK、 行け。よし、プラズマがなければ勝てるんだ。もうお前めちゃくちゃやりづらい。で気候のね吸収が出てくれればそれでも勝てるのよ。なぜ 100% じゃない。あーやばい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 、おお危ない、絶対死んだと思った。なんとか今のは、気候が発動してくれたからよかったね。ギリギリよいしょ、今チャンスや。危ねえ、ギリギリだった。プラズマ絶対今のはね死んでるやつ。はい、じゃあ続いてサメキホジロ、そしてマゼラボルト行ってみましょう。サメキホジロ行きましょう。こいつもね一発一発がでかいから、この隙だらけのキュービ先輩なかなか厳しいかも。まあ、こういうチャンスの時に切り込んでいければ一番安定するかな。あ、でもダメージはすごい、ダメージむちゃくちゃ出せるな、さすが先輩。ただ攻撃を食らっちゃうとめちゃくちゃ痛いね。すごい、必殺技4発でこのダメージだからね、さすがだわ。うん、まあ反撃を食らってもいいんだけど、気候がね発動すればいいのよ。ただ発動しない、勘弁してください。あ、もうほらこういう風にね発動すれば全然いいのよ、ゴリゴリ打っていっても。でも毎回発動するわけじゃないから注意していかないとね。あと、あ、よし、危ない危ない。ではマゼラボルト行きましょう。マゼラボルト行きます。まあ、紫の舞でどこまで攻め立てれるか。まあまあダメージ覚悟でいくしかないか。ダメージ覚悟でいきます。やっぱ回復してくれればね全く問題ないんだけど、回復して吸収やばやばいやばいやばい、ああいうのねもろに食らっちゃったら本当にやばいから。よし、ブレイズ食らうのはまずいな。オッケー、よし、もう本当相打ち覚悟。よっしゃ、これがキュービ先輩の戦い方だ。よっしゃ、気候をちゃんと発動してくれ。でも紫の舞であれだね、結構敵をひるませるからいい感じなのかも。ああ、おっと、それ立ち上がりに重ねないで。やっべやっべ、死んだと思った。やばいよ、ブレイズはまずいね。オッケー、ブレイズ、オッケー、ブレイズの後ぐらいに技を入れるようにしていったがいいね。まず食べ物を俺回復してくるのを忘れた。まあいいや、なんとかしていくしかない。いや、カーシャー回復してくれ、ちゃんとね。おぶねえ、くらい、よし、いい感じいい感じいい感じね、ひるませてる。ギリギリいけるかな、食べ物がなくても。じゃあどこ、
怖えな。最後の最後にピンチが来るんで注意していかないと。あ、でも今のブレイズは良かったね。うまいこと気候が発動してくれたんで安定して勝つことができた。いやー、よかったよかった。まあ、とりあえずキュービ先輩での極ボスラッシュでした。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。